カルビン・クーリッジ、ジョン・カルビン・クーリッジ・ジュニア、ジョン・カルビン・クーリッジ・ジュニア、1872年7月4日から1933年1月5日は、アメリカ合衆国の第29代副大統領、第30代大統領、在任は1923年8月3日から1929年3月4日、無口で寡黙なカルと呼ばれた。なお、 日本語ではカルビンと表記されることが多いが、英語の発音はカルバンに近いものである。カルビンクランをカルバンクラインとするのと同様。身長5フィート10インチ、約178センチメートル。クーリッジは1872年7月4日、バーモント州ウィンザー郡プリマスで、ジョン・カルビン・クーリッジシニアとビクトリア・ムーア夫妻の間に生まれた。クーリッジは、 アメリカ独立記念日に生まれた唯一の大統領であるバーモント州のセントジョンズベリーアカデミーで学んだ後マサチューセッツ州のアムハースト大学に入学同大学を1895年に卒業したがこれ以降はもっぱらファーストネームのジョンを外してミドルネームのカルバンを用いるようになったその後マサチューセッツ州のザンプトンで弁護士となり1899年に 市議会議員になった。1900年から1902年までし事務弁護士。1904年に法廷事務官。1907年から1908年まで衆会院議員を一期務めた。1905年にはグレース・アンナ・ウッド・ヒューと結婚した。夫妻の個性は正反対で、クーリッジは無口だったのに対し、グレースは話し好きだった。二人の間には1906年に生まれた。 ジョン・クーリッチと1908年に生まれたカルビン・ジュニアの二人の息子がいた。クーリッチは1910年と1911年にノーザンプトンの市長に選出された。その後1912年から1915年まで衆上院議員を務め、1914年と1915年には議長に選出されている。1916年から1918年まで、 修復知事を務めた後、1919年から1920年まで修知事を務めた。1919年にボストン警察がストライキを行った時、クーリッジは州兵の出動を命じ、全国的な注目を引いた。彼は後に、労働組合の幹部、サミュエル・ゴンパーズに、誰にも、どこにおいても、いついかなる時も公の安全に対するストライキの、 権利はないと言い放つなど、労働運動に敵対的であった。クーリッジは1920年に共和党の大統領候補指名を争ったが、オハイオ州上院議員ウォレン・ハーディングに敗れた。ハーディングを支持した者の中には副大統領候補に、ウィスコンシン州の上院議員、アービン・レンルートを求める声が多かったが、結局共和党はマサチューセッツ州知事のクーリッジを指名した。 大統領選で、ハーリング・クーリッジのチケットは、民主党の大統領候補ハイオ州知事、ジェームズ・コックスと副大統領、候補海軍次官フランクリン・ルーズベルトのチケットに、勝利した。副大統領としては目立たない存在だったが、1923年8月2日、ハーリングが遊説先のサンフランシスコで休止すると、翌日の未明に大統領に昇格した。彼の家には、 電気も電話も通じていなかったので、クーリッジは、大統領死去の知らせを伝言人から口頭で受けた。日付が変わった8月3日の午前2時47分、自宅の応接室で、交渉人である父親の立ち会いの下、灯油ランプの明かりの中、大統領就任宣誓を行った。クーリッジは直ちに首都ワシントンに戻ると、最高裁判所長官のウィリアム・タフトの立ち会いの下で、 改めて就任宣誓を行った。クーリッジは現職大統領として1924年の大統領選に出馬し当選した。選挙中のキャッチフレーズの一つは、Keep Cool with クーリッジ This Summer というものであった。クーリッジはその人気中に新媒体のラジオを利用し、1924年2月12日、ラジオ演説を行った初の大統領になった。 また2月22日にはホワイトハウスからラジオ演説を行った初の大統領になった。クーリッジは景気循環に自然の経過をたどらせて自由市場に干渉することを試みなかった最後の大統領だった。彼の大統領職中にアメリカ合衆国は著しい経済成長を遂げ、その期間は競争の20年代と呼ばれた。 クーリッジは税を低減させるだけでなく国債の縮小にも有能だった。彼は必要以上の税を集めるのは合法的強盗であるとの名言を残している。後のレーガン大統領はクーリッジを敬愛し大統領執務室に肖像画を掲げていた。いわゆる排日移民運法と呼ばれる移民政策もクーリッジが大統領の時代に成立した。クーリッチ自身はこの法案は 特に日本人に対する排斥をはらんでいるものであり、それについて遺憾に思うという声明を出して否定的な立場を取ったが、最終的には議会に屈して法案に署名をして成立させた。一方でクーリッチは移民規制について人種の根欠は自然の摂理にすることであると談話を発表している。1928年の大統領選ではクーリッチはわずか十五からなる。 大統領選に出馬しないとの簡潔な決定を発表した。大統領退任後に彼は超党派の鉄道委員会の議長及び盲人協会の名誉会長職、ニューヨークライフ保険会社の理事、アメリカ歴史学会の会長、アムハーストカレッジの理事を務めた。クーリッジはメインュルーイストンのベーツカレッジから名誉法学博士号を受け取った。 1929年には自助伝を上司し、1930年から1931年まで、新聞に、コラム、カルビン・クー・リッチ・セスを連載した。1933年1月5日午後12時45分に、マサチューセッツ州のザンプトンの自宅、ザ・ビーチ決戦症のため休止、60歳だった。1932年の大統領選挙で、 クーバーが再戦に失敗したことに対してクーリッジは失望を語り、その後、クーリッジの健康状態は急速に悪化した。死の直前に彼は急有に、私はもはやこの時代にそぐわないと打ち明けた。クーリッジはバーモント州プリマスノッチのノッチ墓地に埋葬された。同所の一家の邸宅は博物館として整備されている。バーモント州は1972年7月4日。 クーリッチの100歳の誕生日を記念して、史跡センターを開設した。彼はまた、バーモント州、モントピリアのバーモント州議会ホールでその業績を、称えられている。クーリッチは熟練した、有能な演説家として知られていたが、私生活では、大変無口で、サイレントカル、寡黙なカルという愛称で呼ばれた。夫人とその友人が食事の間に大統領に、 少なくとも三単語を言わせることができるかという掛けを行ったが、掛けのことをクーリッジに伝えた際、クーリッジは、君の負け、ユロスッと二単語で返答した。しかしながら、夕食に招かれた別の友人は、夕食のパートナーとして、彼の沈黙に不平応を言わなかった人の気が知れないと語っている。1924年の大統領選挙の前に、下の息子のカルビンジュニアは、 甘根放送にかかり、その後間もなく死亡した。息子の死後クーリッジはさらに内向的になり、人々は彼が息子の死から完全に立ち直ることができなかったことを知っていた。クーリッジは彼、ジュニアが死んだ時、大統領としての栄光は彼と共に去ったと語った。本当に仕事を片付けたいと思ったら多忙な大物に頼むことだ。 そういう人なら秘書に仕事を片付けさせる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。